さて皆さんお待たせしました。俺毎年ちょっとこの季節になると喉いかれちゃうんですけど、今年しっかり扁桃炎で死んでました。まあぼちぼち治ったんで今日から解説動画再開していきます。ってことで、歴代最強デッキ選手権 B、今回紹介するのがこちら、赤単ゴゴゴ。電動カードはドリルスコールとゴゴゴブランド。活躍時期は2018年。初代攻めの王道にして攻めの極みにまで到達してしまった歴史上最もスピーディーで、最もラピッドで、最もクイックな速攻デッキです。早速理解していきましょう。まずデッキリストこんな感じですね。後に殿堂入りとなるゴゴゴブランドとドリルスコールがふんだんに4枚ずつ採用されています。でまあせっかくなんでゴゴゴブランドについてもおさらいしておきましょう。初収録が2018年6月23日の総局編第2弾、逆襲のギャラクシー万国殺ですね。で効果が手札が1枚以下だとゼロコスで召喚できるイカレ能力、マスターゴゴガンガンギャラクシー持ちからのワンドロー付きの SA ダブルブレイカーで、手札を捨てた枚数だけ相手のパワー6000以下を破壊する効果がついてきます。まあ全体的に意味不明なんですが、一旦注目してほしいのがここチップでワンドローがついているという点です。これが何を意味するのかというと、ゴゴゴブランドを無料召喚した後にワンドローして、それがゴゴゴブランドだった場合、なんとゴゴゴブランドが連鎖します。これにより全くの航空から最大で SA が4体出てくるという、これまでの速攻デッキではありえない動きを実現し、速攻デッキが大幅に強化されることとなりました。なってしまいました。ちなみにデッキとしての赤単ゴゴゴができたのもこの日、発売日当日です。この日赤単ゴゴゴが始まり、それ以外のデッキが終わりを迎えました。というのもこのデッキあまりにも早すぎたんです。さっき紹介したゴゴゴブランド、さっき言ったように手札が1枚以下だと無料召喚になるんですが、とあるカードとの組み合わせによってこいつなんと先手最速1ターン目に着手します。その最高の相方がこれ、肉汁ブッシャー。場のクリーチャー手札シールドを1枚ずつ山札下に送ることで無料召喚することができる6コスのダブルブレイカーです。使い方もとってもシンプル。先行1ターン目にマナをチャージして残りの手札が4枚、ここで適当な1コスのクリーチャーを出して、それと手札とシールドを1に肉汁ブッシャーを特殊召喚すると、あら不思議、残り手札が1枚しか残ってないからゴゴゴブランドが出てきちゃうんですね。ちなみにゴゴゴブランド君、さっき言ったようになぜかチップでワンドローを持ってるため、このドローで2枚目のゴゴゴブランドを引いた場合、ゴゴゴブランドが連鎖し、先行1ターン目から相手のシールドが4枚消し飛びます。消し飛びますじゃないのよ、最終的に場に残ってるやつ誰一人コスト払ってないからね。余裕の無賃乗車です。解説をハードルとでも思ってるんでしょうか。まあ、しかしこの動きはあくまでドローがない先手限定の動きです。後手だと高校1ターン目のドローで手札1枚多くなっちゃうんで、同じ動きしてもゴゴゴブランド無料召喚することができません。じゃあ先行しか強くないやんと思ったそこのあなたにおすすめしたいのがこちら、もう1枚の電動カードであるドリルスコールです。こちら自分と相手のマナを1枚ずつ破壊するという一見何の意味もない遅延カードなわけですが、ここで注目してほしいのはドリルスコールを打った側の手札枚数です。そう、手札1枚減ってるんですね。では手札が1枚多くなる後手1ターン目にドリルスコール打てば、2ターン目マナチャージ時点での手札枚数4枚になるから、先行と同じように肉汁ゴーゴーが打てちゃうわけです。まあこの時点でだいぶ強いんですが、それだけの理由でドリルスコールが殿堂入りしたのかと、そんなことは当然ないわけです。まあ、実はドリルスコールの進化が発揮されるのはゴゴゴブランドを着手した次のターンなんですね。まあ、例えばなんですが、先行1ターン目に肉汁ゴゴゴを炸裂し、ゴゴゴのドローないし次のターンドローでドリルスコールを引いたとしましょう。このドリルスコールを2ターン目に打った場合、相手のマナが1から0になるんですね。デュエルマスターズというゲームは基本的に1マナから動くことはないんで、これって実質的なエクストラターンなんですよ。まあ、だから実践例だと1ターン目に肉汁ゴゴゴしてゴゴゴで2点。2ターン目にドリルスコールしながら肉汁とゴゴゴで残りの盾全部割れば、お相手さん1マナチャージ時点ですでにシールドがない上、相手のバトルゾーンにはまあまあのデカブスが2台という絶対に攻めの状況からのスタートとなります。こっから入れる保険はございません。まあ、このように赤単ゴゴゴ3キルは当たり前どころか、実質的な2キルまでそこそこの確率で起こせるほどの速度を持ってるデッキなわけですが、この圧倒的な速度が生む余裕はとうとう相手のシールドトリガーにも影響をきたしました。大量展開してから殴ったり、2ターンに分けて少しずつ殴ったり、2ターン係で攻撃することで機能不全に落ちるトリガーって結構多いんですけど、大抵の場合は今ターン返すとどうせ反撃食らうっていう、こういうリスクの大きさから実行することができなかったんですよ。しかし赤単ゴゴゴなら話は別です。だって無理に2キルしなくても後手2ターン目に一体何ができるんだと、せいぜいフェアリーライフってターンエンドが関の山ですよ。3キルでいいんです、勝ちは勝ちだから。ということで相手の状況に応じながら2から4キルを駆使することで、赤単ゴゴゴ速攻デッキとは思えないトリガー貫通力を手にしました。まあ、これまで相手のトリガーをメタカードで避けるデッキは数多く紹介しましたが、速度だけで相手のトリガーを超えたデッキは後にも先にもまあ出てこないでしょう。でじゃあなぜそんな赤単ゴゴゴが B ランク止まりなのかというと、原因はこのカード奇跡ミクセルにあります。こちら相手のマナゾーンにあるカードの枚数よりコストが大きい相手クリーチャーが出たら山札下に送り込むっていう、まあ、いわゆるメタカードなんですけど、肉汁やゴゴゴの元コストが大きすぎるせいでこの効果がぶっ刺さっちゃうんですね。でこのミクセルが2018年の夏頃からチェンザダンデとか赤白ゴゴゴ、ラッカバスターといった白入りのデッキにほぼ必ず入るようになったせいで、赤単ゴゴ苦戦を強いられることとなります。まあでも肉汁ゴゴって最速一旦着地だから、まあ、マジの最速だったらミクセルすら間に合わないんですけど、まあ、ただ毎回一旦着地できるわけもないから、まあ、きついことはきついよねって話でした。またですね、赤単ゴゴゴ側が有利としているドラゴンジョーカーズの使用率が伸び悩んだことも要因として挙げられます。まあ、なんで急にドラゴンジョーカーズの話出てきたかっていうと、このドラゴンジョーカーズ間違いなくこの時最強デッキだったんですよ。最強デッキだったんだけど、ループデッキっていう特性上から忌避する人が多くて使用率伸び悩んじゃったんですね。だからまあもしドラゴンジョーカーズが圧倒的に環境を牛耳る時代だったのなら、それに対するカウンターピックである赤単ゴゴ今以上に
に評価されていたと思います。そんな感じで今回の動画締めくくらせていただきます。次回歴代最強デッキ選手権 B はなんと2本立て、ガンバトラジョーカーズとドラゴンジョーカーズです。お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。